ちは。第3章、人と地域と事業をつなぐプラットフォームを担当しました NPO 法人エティックの伊藤です。プラットフォームという言葉は地域での活動に限らず多くの現場で使われていますが、この章では特に都市と地域の関係性においてプラットフォームがどのような役割を果たしているのかお伝えしています。副業や兼業など多様な地域との関わり方をご紹介していますので、都市部のビジネスパーソンの皆さんにとっても興味を持っていただけるのではないかと思います。ぜひご覧ください。